どうも、ゴルフの三ツ矢です。いつもありがとうございます。今回はコメントについてお答えする動画にしていきたいと思います。左の腕一本で練習すると、これは良くないよ。こんな動画を皆さんにお出ししたんですが、それについて、例えば片山慎吾選手や松山英樹選手、それ以外の他の一流のプロの選手は、左手一本で練習してたりしてますが、それについてどういうふうに考えれば良いでしょうか。こういうコメントをいただきましたので、それについてお答えしていきたいと思います。まずは、このように丁寧にコメントいただきましたので、本当にありがとうございます。結構ですね、コメントいただくと、それは違うみたいなコメントをする方いらっしゃるんですが、まあ、あまりないんですけどね、いらっしゃるんですが、まあ、そうではなくてですね、どういうふうに考えればいいかということで、丁寧にコメントいただきましたので、どうもありがとうございます。感謝してます。私、三ツ矢はですね、4000名の方が海洋スクールで普段レッスンさせていただいているんですね。本当に感謝してます。そういう方がですね、毎日こう来ていただくと、いろんな悩みぶつけてきます。その中でいろんなことをお答えしてますので、その知見をですね、いろんな人にこう広めたい、そんな思いでやってますので、ぜひこの動画を最後まで見ていただいて、あ、そういうふうに考えればいいんだなと思っていただければいいのかなと思います。そして、毎回動画見てくれてる皆さん、それはですね、チャンネルずっと見ていただければなんとなくわかるかなと思いますが、ぜひですね、この動画も最後まで見てみてください。では、早速いきたいと思います。まずは、ちょっと復習と言いますか、まあ、少しね、丁寧に説明していきますと、左手一本でですね、練習すると良くないよ。まあ、単純にこんなような内容なわけですが、これはですね、もうちょっと深掘りというか、細かく言いますと、こういう方がいらっしゃったんですね。まあ、実際にこの練習場で練習している方、本当に大勢いらっしゃるんで、もういろんな方がいるんですね。まあ、そんな中でですね、こういう感じで構えて、で、こう上げてですね、こんな感じでやってたわけですね。これっていうのはですね、まあ、要するに、その、今日初めてやったのか、まあ、1ヶ月か、もう本当に始めたばっかりっていう感じだと思うんですよね。まあ、そこにですね、まあ、お寺様もいて、まあ、左手一本でやるといいよ、みたいなことを多分言ったと思うんですよね。ですが、これはもう始めたばっかりの方にですね、こういうような練習を進めるっていうのは、まあ、良くないよ、というようなことなんですね。まあ、例えるならばですね、例えば、マラソン、女子マラソンの金メダリストの、高橋尚子選手はですね、毎日、その50キロ、60キロ走ってるわけですね。それで金メダルを取ったわけです。そこにですね、例えば今日からマラソン、始めようと思うんですけどっていう人に対してね、いや、こうやって毎日50キロ走ったら、ね、金メダル取れる、そういう選手をね、やっぱりそれぐらい走らないとダメだよ。そういうようなことをですね、言うのと、もう全く一緒なわけですね。それは本当に進めるのでしょうかということなわけです。ですから、まずは無理しないように、安全にね、楽しめるようにやりましょうね、というのが、やはり一番大事じゃないでしょうか、ということが一番言いたいわけですね。実際にそれをやってることを、まあ、私は目撃して、そういう方がいるので、こういうね、練習をね、こう片手でこんな感じでやってて、これをね、こういうふうにやってるわけですね。そうなるとですね、もう今すぐにでもちょっと、止めてね、いや、ちょっとその練習はいかんよと、まあ言ってあげたいぐらいなんですが、まあやはりですね、まあいろんな方いらっしゃいますし、そんなことね、口出すものでもないので、こういう動画にして、配信してるわけですが、これはもう速攻で打てというか手首というか、痛めてしまいますよね。ですから、そのね、今日からマラソンやるっていう人もですね、50キロ走ったらね、もうその日からもう膝壊して、ね、体調も崩して風邪ひいて、もうろくなことはありません。ですから、その人に、まあ、見合った練習というのがやはりありますので、それをしっかりとやっていただくというのが大事だよということです。ですから、トップの選手がね、そうなったというのもですね、それをやってきたからだと思いますが、まあ、もしかしてですね、そういう練習をして、まあ、ダメになってしまった選手もいたのかもしれません。それはわからないんですよね。ですから、成功している人を挙げてですね、これをやってたからいいよというような論調というのは、ちょっと違うのかなと思います。まあ、それに対してね、違うということではなくですね、丁寧にどういうふうに考えればよいかというコメントをいただきましたので、考え方としてはですね、今説明した通りになります。実際に今僕がやったみたいな感じで練習してる人がいたらですね、いや、それちょっと違うよと、多分全ての人が言えると思います。それをただ言ってるに過ぎないということですので、そこは少し、間違えてね、認識しないでほしいかなと思います。で、もちろん、その、正しい練習をする上で、この左手一本でですね、その感覚を、掴むための練習をするとか、ね、下半身からイメージして練習するとか、そういうことをトップの選手はやってる、それは知ってますね。それをどれぐらい効果があるか、それも知ってます。ですが、誰がそれをやって、何を目指してやるのか、それは全部、人によって違う。大まかに言うと、トップの選手と一般の方っていうのは、その今、この瞬間最高のパフォーマンスをね、出して賞金を稼ぐ人なのか、長くずっとゴルフを楽しくやりたい人なのか、それはもう根本的に違うわけですから、それを一緒にするっていうのは良くないよということです。ですから、初心者の方にとってはですね、ちゃんと両手で持って、まあ短く持っていただいて、で、その中で小さく、
振って、打っていくという、こういう練習をしていただくのが最適ですよということになりますので、まあこれはもうシンプルに、ごくごく自然に当たり前のようにやっていただければ、それが安全にゴルフを楽しむことができますよということになります。皆さんもですね、これ見ていただいているほとんどの方がですね、なんか賞金を稼いでるわけではないと思うんですね。ですから、そういう方がもしいればですね、ちょっと違うチャンネルを見ていただいた方がいいのかもしれません。わかりません。まあ、見ていただいているのはそれは本当にありがたいことなんですが、練習する上でもですね、基本に忠実の形を、取ってですね、安全に怪我をしないようにね、いろんなところ痛くなったりします。ね、年配の方がいっぱいいらっしゃいます。そういう方もこのチャンネルね、見てくれてます。ですから膝だったり腰だったり肘だったり手首だったりね、そういうところ痛めないように安全にゴルフを楽しくずっとやってほしい。そういう思いがですね、非常に強い。それはまあ私の思いですので、今回はですね、コメントいただきましたので、それに対するお答えをするというような形で、動画を作らせていただきました。まあ、何か技術ということではなくてですね、ゴルフは考え方が非常に大事で、それを間違えてしまうと、それこそですね、ゴルフできなくなってしまう。ね、それが原因でですね、痛めてしまうと、日常生活にも支障が来たしてしまうかもしれない。そういうことも含めてですね、何をやったらいいかということを考えなければいけないということです。ですから、練習する上ではですね、まあ、基本通りのスイング、これはですね、非常に安全にゴルフを楽しくやるための形がちゃんと織り込まれていますので、それに忠実に、もしかして最初はうまくいかない部分があるかもしれません。ね、ここから正しい形はこうで、こういうふうに打つとうまくいきますよと。だけどなんだか違うやり方の方がうまく当たるんだよ。そういう方もですね、もちろんいるのは分かってます。ですが、それがもしかして痛めてしまうことにつながってしまってはいけないと、そういう思いがですね、非常に強いですので、こういう動画だったり、まあ普段のレッスンで、いろんな方にですね、いろんなことをアドバイスであったりレッスンさせていただいているわけですが、まあそれもですね、非常にこう気をつけて、いろんなことを、お伝えしているという次第であります。今回はですね、いつもとちょっと思考を変えてというかね、まあコメントをいただきまして、ね、非常に大事なことかなと思いましたし、丁寧にね、お答えできればいいかなと思いまして、こんな形で動画を作らせていただきました。最後まで見ていただきまして、本当にありがとうございます。最後に高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。それでは、次の動画でお会いしましょう。